うせろ。なんだ。多分運転ミスだな。民間人の虫けらが居眠り運転か。酔っ払いかもな、帰省中め。どうでもいい、司法はやめろ。打ち作戦もここまでか。お前は別の方角へ行って無線で連絡を取り合おう。こっちだセブ、ここに登りて。忘れるな、エブリンたちを見つけることが最優先だ。Oh!
処理施設に入るにはコンベアシステムを使う。そこに向かって輸送機に乗り込め。見ろ、これエブリンが言ってたものじゃねえか。俺は専門家じゃないが、あれしから来るパイプは全部ここを通って町へ抜けている。ここがハブだな。ここを破壊すれば全体が機能しなくなるはずだ。とにかく進むぞ。ここはまるでネズミの巣だ。だがみんなが拘束されてる場所が分かったぜ。ほんと信じられん。なぜ司令部はもっと部隊を送らなかったんだ。たった4人の男と科学者を送るとは。こんな事態になって当然だな。なんでいつも俺たちが上の奴らの尻拭いをするんだ。俺たちが突撃して手当たり次第ぶっ殺して仲間を救出する。そしてとっとと帰るだけだ。まだ生きてるのを願うエブリン。もし死んでたらその場にいるヒグスを一人残らずぶった切ってやる。何も知らないわ。
時間の無駄だ。やろう。私は忍耐強くない。私がいる理由がわかるな。お前の母ちゃんが男たちと酔っ払ったからだろ。お前が次だ。彼女が核のコードを吐けば別だがな。絶対言うな。俺がここからあの野郎を殺す。ダメだ。手下がガードしてる。裏に回り込むから待ってろ。急ぐんだ。発射コードのアクセス権があるのは艦隊司令官だけ。プログラミングし直せるだろう。たとえできてもしないわ。それが遺言か。待てん。レコやめろ。敵者殺せ。ガーザ。そんな。生きて返すな。ガーザしっかりしろ。ラコ大丈夫だ。ガーゼ大丈夫。救急隊に見てもらわなきゃ。今迎え呼ぶわ。何考えてるんだ。お前を助けたのは俺だがな。逃げるぞ。敵を一掃する。
でも高い位置に行かないとダメね。いい、ガーザ、横になってて。すぐに助けを呼んであげる。リコ、着陸地点にいるわ。セブ、お前が連れて行け。ナッコと俺がこの残りは引き受けた。エブリンバットン、早くここから救出して。落ち着いてください。追跡しますから通信を続けて。大丈夫ですか？私は無事。ガーザが負傷したわ。他の人たちは着陸地点を確保してる。早く助けて。了解、今救助隊を送りました。一緒にいる部隊の指示を聞いてください。数分で着きます。よし来たぞ、乗れ。セブ、セブ、俺には無理くせえ。次回は頑張って。じっと、ガーザ、ガーザ、大丈夫だ、頑張れ。ああ、クソ、嘘だろ、諦めんな。ガーザ、ガーザ、仲間が